じゃあ今日はアングルショットの意識していること3つお伺いしたいと思います。はい、1つ目はコートの真ん中から打たない。はい、2つ目は自分が踏み込めるときに打つです。3つ目はストレートも打てるようなボールの入り方をするです。はい、ありがとうございます。じゃあこれから詳しく説明していただきます。アングルショット1つ目のポイントとしては、コートの真ん中から打たないということでしたが、これはどういうことでしょうか。はい、やっぱりあの真ん中から打ってしまうと角度がつけにくくなってしまうので、相手を外に追い出すショットになるので、なるべくあの真ん中からは打たないように選択をしてほしいと思います。はい、わかりました。ではちょっと実践で見せていただきたいと思います。はい、では2つ目、自分が踏み込めるときに打つということですが、これはどういうことでしょうか。はい、アングルショットっていうのはやっぱり自分から攻めていくときに打つショットでもあるので、なるべくあの自分がいい体勢で踏み込めるときに打つっていうのを意識してほしいと思います。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、では3つ目、ストレートにも打てるように入るということですが、これはどういうことでしょうか。はい、これは、コースを隠すことによってより相手を追い出すことができるということなので、そこを意識して打ってみてほしいです。はい、頑張ります。ラスト。はい、じゃあ今日はアングルショットで意識していることを3つお伺いしました。どうでした、みつき。はい、みやびさんやゴンちゃんさんのは結構弾道が低いけどスピンがしっかりかかってて、あれだったら相手追い込めるなと思ったんですけど、自分は結構ふわんっていうショートクロスになっちゃったので、ちょっと2人を真似してみたいなと思いました。はい、じゃあゴンちゃんどうだった。はい、しっかりと入ることができれば、そこまでリスクを取るわけではないと思ったので、井上プロもやってたみたいに高い打点で無理してアングル
打ち込んじゃおうとすると結構リスク高いと思うんですけど、ある程度あのスピンを下からかける打点で打てればそのあたりもしっかり安定できるかなと思ったので、はい、活用していこうと思います。はい、みやびさん、はい、どうでした、はい、相手を前後にも左右にも揺さぶることができるショットなので本当に有効だと思うので、ぜひ皆さんも今日意識したことを気をつけて練習してみてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあみやびプロ、これからもよろしくお願いします。お願いします何を思いつくかな